York チェルシーにありますスターバックスリザーブに足を運んでみたいと思います。リザーブって何が違う？何が違う？確かに。何が違う？普通のスタバじゃないじゃないの？なんだ？どういうこと？何があるの？ちょっと私先に一足先に見てきたのでちょっと案内しながら行ってみましょう。いいね、お願いします。カモン！土産も売っております。いやかわいい。食べ物ね、これアフリカだって。前によく似たんだよ。あ、なるほどね。これだってケニアの豆とか。あ、ちゃんとそうケニアの豆。あっちは違うってことか。アパレルとかもあるな。うわー、ほんとだ。え、何これ？何それ？コースター。あー、なるほどね。で、これさ、かわいい。あ、あ、いいじゃん。これ何ていうの？マイスポ、マイスポって、オビ、オビ、マイ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 オビ。じゃあこちらをご覧ください。この真ん中にあるのはメインバーでして、ここでしかないコーヒーを作っていたりしています。フードがいっぱいない？いっぱいある。すごいいっぱいある。で、実はここの特徴としては、ここの店内で豆を挽いている、豆をローストしているので。フラッシュな豆を使ってコーヒーを作っているそうです。イエーイ。どこ行きます？いい香りがします。でかい、でかい、でかい。ここのセクションは実は豆を引いているセクションです。巨大な機械がいっぱい並んでいます。見てください。We don't do anything with liquid on this side. We just make the roast the beans and get them ready, and then we give them the different type of liquid. Wow! So, fresh coffee, やっぱ使ってるみたいです。すごい！ This door is going to open in about 40 seconds. Okay, so good! Yay! Field drink. Ah! やばい！Coffee actually, once it's finished roasting, there's a lot of gases that are trapped inside the bean. Okay. So you can't drink it right away, it'll bubble up too much. And it won't really taste very great either. So let it set for about a week. I can like something like medium roast or like dark roast. This is probably more towards a medium to lighter end. Oh, okay. Yeah, so this is a progression of roasting. Okay. This is what the coffee looks like when we get it. Right. You drop it in. It turns it around for about 12 minutes, heats it up, and gets to here. Wow. Okay. Cool. Do you know like what kind of beef you guys are using for this? This is the coffee from Guatemala. Guatemala. So pretty warm. すごい。So if you smell the beans, tell me what you smell. 何？If you don't smell anything, that's fine too. So like I said, the gases get trapped. So you break it open, then you'll be able to smell it. Can I eat? Yeah. You tell me how it tastes. Oh! Oh, coffee! 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 おいしい。下で煎ってる豆はここにあるバッグにパッケージされて他のお店にも配送されるそうです。すごい、本当にやってんだ。 Thank you so much.
Thank you so much, guys. はい、次行こう。これなんだ？ジャジャン。そうだよ、これも。出ないか。
ケレモンケーキ。イエーイ。レモンケーキ大好き。大好きだ。食べる。いただきます。焼き目でこれに模様つけて。おいしい。おいしい。ひなまえちゃん。ちゃんとレモンの酸味がある。食べたい。めっちゃおいしい。食べたい食べたい食べたい。ごめんなさい。スターバックスのフードを。甘く見てました。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよね。これね、合うよね、これ。ストラスいいじゃん。いただきます。では、あ、本当、結構しっかり硬い。身がこんなところがあるの見てるだけでもう食べたいもん。食べたい。いいよね、これコーヒーだ。これめっちゃ美味しい。美味しい。そしてさらに、じゃじゃじゃん、本格的なピザまで。びっくりびっくりびっくり。乾杯。チーズ。いただきます。信じられない。信じられない。コーヒーショップでこれを作ってると思えない。向こうで焼いてるって言ったもんだよ、これ。スタバだよ。でさらにポテチでも焼いてるんですけど、温めるときにただのこのレンジとかじゃなくて、ちゃんとしたピザ窯でしっかり温めてくれるので、ネギ立てが超本格的なピザとかじゃなくて、めっちゃ美味しい。でも何でか分かんないけどさ、コーヒーとかたくさんあるよ。やっぱりさ、このさ、クロキはもうコーヒーじゃん、香りが。コーヒーなのかな。でもさ、もしかしてさ、そういう風にさ、そういうもの選んでんじゃないの。違う。One short day.